こんにちは。あ、こんにちは。今日はアーチャンドラインに2020年、フォール&ウィンターコレクションを、見に来てます。でですね、せっかく来たのでもったいないな、みんなに届けたいなっていうことで、急遽今日はこんな会をしてます。デザイナーさんの長尾さんです。最近ちょっと太りました、社長の小池さんです。大人気ですけど、ありがとうございます。大人気です、はい。で、今日は秋冬のコレクションの、内容を熱く語ってもらおうかなと思うので、ではではでは、シャツから行きましょう。はい、行ってみよう。普通のシャツに見えますけど、素材があの T シャツの素材になってて、はい、まあ、それが一番のポイントですね、はい。子供でも着やすいように自分で脱ぎ着できるように、まずボタンがこういうふうにパチパチって、うん、スナップですね。そうそう、スナップです、はい、簡単に取れます、うん。であと袖口もう 見えますかね、念願のです。念願のリブになってるんですよ。だからロンティーみたいな感覚で着れて、でもちゃんとカッチリしてる。例えば音楽発表会の時になんか白シャツ縛りとかがあると思うんですけど、普通の要は生地のシャツだと普段着で使いづらいですよねみたいな声もあって、だったら子供たちが着やすい T シャツ素材で、シャツ作ってあげたらいいのかなっていうので作った商品になります。かっこいいです。これはかっこいいです。この襟もいいのでかなりのおすすめでございます。もうこれ3年前ぐらいからですね。そうです、はい、一緒に話して。そうです、そうです。小池さん、なんか袖口リブのシャツとか作ってくんないの、うん、みたいなところから、ようやく、ようやく本当にいいので2色ぜひぜひ本当にいいですよ、はい。でこれに合わせるのは、はい、新型のチノパンがあるんですけど、まあ、チノパンっていうか、まあ、トラウザースっていうイメージで作ってて、うん、子供のパンツだと腰回りがちょっとダボついちゃうんですけど、うん、これは極力すっきり見えるようにちょっとお上品なチノパンにしてます、うんうん、はい。ただ、まあ、ディテールでちょっと見えますかね、ここがこうちょっと断ち切りになってる感じです、はい。この辺のニュアンスで少しカジュアル感を出そうかなと思いました、うん。で、子供服でちょっと懸念されちゃうんですけど、ボタンこう普通に大人のズボンみたく開いちゃうので、これ子供一人で履けるかしらなんて思っちゃうんですけど、でも何事も練習、そう、はい、ね、手先器用になりますから。そうです。 でも一番、まあ、履きやすいようにこうゴムをギリギリまで入れて、まあ、そのまま締めた状態でも履けるようになってます、はい。あれだよね、はい、ここ上がってんの背が伸びちゃったら、そうそうそう、ちょっと切っちゃって、そうそうそう、伸ばしちゃうみたいな感じで、そうそうそう、ね、いいよね、うん、2、3年履けるんですか、ね、履けるいや便利、はい。でここをこういう風に合わせるとかっこいいですよって話ですよね。おしゃれてるかなって、どうですか、かっこいいです、綺麗めな感じで、うん、はい、素晴らしい、ありがとうございます。こんな感じです、まあ、どうですか。そうだそうだ、ね、あ、ありますね、はい、はい。